スリラー、スリラー、スリラーは1982年12月1日に発売されたマイケル・ジャクソンのアルバム。また、2008年2月20日発売のスリラー25周年記念版についてもここで述べる。クイーンシーのプロデュースでロサンゼルスのウエストレイクスタジオで制作。出来上がったアルバム、スリラーは全米チャートで通算37週にわたって1位を記録する。 日本でもオリコン洋楽アルバムチャートで1984年2月13日付から12週連続1位を獲得し、オリコンでの集計で史上2枚目の洋楽アルバムのミリオンセラーを達成。ビリー・ジーン、今夜はビート・イット、スリラーとミュージックビデオの概念を変える作品を次々に発表し、史上最も売れたアルバムとなった。売り上げ枚数に関しては、 諸説あるものの2012年にギネス世界記録において6500万枚の認定を受けており現在も売り上げ枚数を増やし続けている1984年のにおいて本作は主要部門である最優秀レコード最優秀アルバムに加え最優秀男性ポップ歌手最優秀男性ロック歌手最優秀男性 R&B 歌手最優秀 R&B ソング、最優秀児童向けレコード、最優秀プロデューサー、プロデューサーであるクインシー・ジョーンズ個人の受賞と異例の8部門を受賞した。2015年12月16日のアメリカレコード協会の発表によると、アメリカでの売り上げ枚数は史上初めて3000万枚を超え、2018年現在のアメリカでのアルバムの売り上げ枚数は歴代2位、1位は イーグルスのレーテストヒッツ1971から1975の3800万枚で RIAA での2018年現在の売り上げ枚数は3300万枚を超えている。社会現象にもなりスリラーのパロディーがいくつも見られた。音楽専門チャンネル MTV の普及と同調しダンスや壮大な演出を用いたショートフィルムが絶大な話題を集めた。 1983年1月発表のビリー・ジーンはマイケル・作詞、作曲の曲で曲とビデオの両面でゴシップ記事に苦しめられる自身の姿を投影したものと言われている2月にはエディバン・ヘイデンを起用した力強いロックナンバービート・イットを発売このビデオではリードシンガーの背後で群衆がダンスするというウエストサイドストーリーを模した プロモーションビデオで知られる。このショートフィルムでは自身の希望でロサンゼルスのストリートの本物のギャングを起用した。1983年5月にはモータウン25周年コンサートでムーンウォークを初めて披露した。なお、この際、モータウンのコンサートに出演する代わりにビリー・ジーンを歌うことを条件に出したと言われている。この初披露のムーンウォークでは ラストのつま先立ちがうまくできず満足できなかったと、後のインタビューで語っている。12月には、後の多くの調査で、ミュージックビデオの最高傑作と目される、スリラーが、MTV で、初公開された。約14分の大作である、このビデオではマイケルが狼男に変身したり、ゾンビとダンスを踊ったりと、特殊効果を多用したその映画的な構成が話題となった。 1999年の MTV による今まで作られたビデオの中で最も偉大なベスト100でも1位に輝いている。また、この年の年末には、ペプシと大型スポンサー契約も結んでいる。スリラーの記録的ヒットの後、家族を巻き込んだ金銭的トラブル、音楽的方向性の分裂と妥協の繰り返しなど、ザ・ジャクソンズの活動は困難に直面。 マイケルはアルバムビクトリー収録曲のうち3曲でリードボーカルを担当するが結局ビクトリーツアーの後にグループを脱退するザ・ジャクソンズはその後ジャーメインがリードボーカルを務めるもののうまくいかず事実上解散状態になったまたビートルズの半件251曲を管理する音楽出版社インテビューを約4750万ドルで購入この1件で ポール・マッカートニーとの不仲説が囁かれた。なお、ビートルズの半券は20年後の2005年時点でも購入した半券の半数を所有していた。2010年のローリングストーンの選ぶオールタイムベストアルバム500において20位にランクイン。同年のローリングストーンの選ぶオールタイムグレーテストソング500にいてもビートイットが81位。 ビリー・ジーンが五十八位にランクイン。二十五周年記念特別版。通常版と同じトラックと、ブラック・アイド・ピーズのファーギーや、ビル・アイ・アム、他にもカニ・エ・ウェスト、エーコンなどがフィーチャリングしたトラックが含まれ、さらに DVD も含まれる。DVD、スリラー二十五周年記念リミテッド・エディションと、ブックレットが豪華な、スリラー二十五周年記念リミテッド・デラックス・エディションが、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。